いろんな人います。最高。なんでか言ったら、まあ、全てそうだけど。今日はね、ちょっと美作の湯野温泉からちょっと上に行ったところにあるホルモンうどんとかお好み焼き屋さんの北屋さんに、ね、ちょっと行こうかなと思います。かなりね、老舗感があってネットでもね、かなり有名な場所なんですよね。ちょっと今日こちらお邪魔しようかなと思います。というわけで今回お邪魔するお店がお好みホルモン北屋さんですね。これ岡山から、湯野郷を越えたところにありますね。 JR 紀新線林野駅から、徒歩6分ということになってます。はい、それでは早速行ってみましょう。というわけでしっかりアルコール消毒していざ入店でございます。まずね、この店に入って一番に目に飛び込んだのがこの鉄板ですね。厚さ2センチあるそうです。で、店内がね、こういう感じでどことなくなんか懐かしいなっていう家のような感じでしたね。まあ、ちょっと創業は聞けなかったんですけど、かなりね、古い感じなのかなと思いますね。こちらがメニューになります。お好みからホルモンから定食もありますね。はい、そして今回は豚玉を注文いたしました。全リーグツナちゃん。あと2年は行ったら、それは夢だったんかと思ったのに、色を仲良かったらしい。ここはね、最高。なんでか言ったら、まあ、全てそうだけど、ネギでも何でもそうだけども、注文受けてから、それ今メリケンコを取りたいね。1から。1からやるからね。要するにはもう、
何やかんやで、あ、もう出来上がって置いとるじゃん、あ、はいはいはい、あれだけでも違うよ、ネギななあとか、あれですね、確かに、そこから長いよ、ここ時間はちょっとこれこう思ったらあんまり1時間半ぐらいかかるな、あ、なるほど、うん、その代わりやっぱコクコクとしちゃうと、あ、注文受けてから野菜切ったりメリケンコとくんじゃねえか、とこどころの場合、何でもそう、うん、だからそういう面で美味しいと思う。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、それでは早速いただこうかなと思います。こちらお好み焼きなんですけども、昔ながらのお好み焼きっていう感じでしょうかね。あ、かかかかけました、こっちかけた方がいいですかね。で、こちらね、ちょっと唐辛子をかけたら美味しいということでした。いや、本当にね、結構ピリ辛というか美味しかったですよ。ね、やっぱ昔のお好み焼きってやっぱこういうね、懐かしい感じなんですかね。お店のお客さんもね、普通に声かけてくれるんで、なんかちょっと大阪を思い出すじゃないですけど、なんか懐かしいなーっていう感じで、話が盛り上がりました。ここでだいぶ悲しいものことある。 ありますね。あの辺結構ありますもんね。 あの辺結構多いもんね。多いですよ、ね、あのね、娘に言って終わったけ言ったら、お父さん今9か10杯出とんだけど、まだかかっとんじゃけど、どうじゃろうか、もうやめて帰ろうか、少なだけせえやん。はい、というような感じで世間話で盛り上がったりなんですけどね。まあ僕のね、住んでるところの話にもなったりとか、結構ねなんか面白かったですよ。もうおっちゃんがね、もう昼からお酒飲んで盛り上がっての中なんですけどね、まあ、僕もお酒飲みたかったんですけど、まあ、車ということで、あと撮影もあるのでお酒は飲んでないですけど、また改めてね、お酒飲みに行きたいですね。なんかいろいろとね、これ以外にも定食とか、おでんとかね、でホルモンそばですかね、うどんですかね、あったりするんで、また次回トライしてみたいですね。ありがとうございました。また。いい演説ありがとう。いやいや、よかった。頑張ってる。はい、ありがとうございます。はい、というわけでごちそうさまでした。結構ね、750円のお好み焼きだったんですけど、量がかなり大きいですね。おばあちゃんもね、80超えてね、元気でやられてましたけどね。いやー、ぜひ行ってみてください。かなりね、地元な感じが、地元密着型のような感じがしましたね。はい、まあいろいろなお話をさせて、聞いたんですけどね、まあいろんな人が来てます。ネットでもね、見てとか、バイカーとかの間でもね、地元の人の話の間でももうね、いろいろいますけど、まあぜひ皆さんもね、行ってみてください。美味しかったです。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。
ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。